2009年アマチュアバスケットボールスクールを設立。それから5年後、プロバスケットボールチームアースフレンズ東京 Z が誕生した。当時私たちには十分な資金もクラブチームの運営経験もホームアリーナもなかった。それでもバスケで社会が変わると本気で信じてゼロから始めていった。そんな私たちを助けてくれたのはこの街の人々だった。私たちの目標、それはこの街から世界で活躍できる才能を送り出すこと、そして日本代表の勝利に貢献すること。無謀だと言われても私たちは世界を諦めない。愚直に世界を目指す、その背中を見せていく。誰もがトライできること、それが素晴らしいということを伝えていく。私たちのバスケがあらゆる垣根を越え豊かな社会を作っていくことを信じて。誰も見たことのない奇跡を起こそう。